バレーボール第3回 V リーグは1996年12月7日から1997年3月16日にかけて行われた V リーグの大会である3回戦争あたりのレギュラーラウンドを行う通算成績4位までのチームによるステップラダー式のトーナメントを行い優勝チームを決定するファイナルラウンドが1回戦争あたりから スティップラダー方式のトーナメントに改められた。12月14日、12月15日、12月21日、12月22日、12月23日、1月11日、1月12日。 1>, 1レックの結果1月18日1月19日1月25日1月26日1月31日2月1日2月2日2レックの結果2月15日2月16日2月22日2月23日2月28日3月1日3月2日3レックの結果3月14日3月15日3月16日3月15日3月16日この結果 富士フイルムが、次期リーグの残留を決めた。12月7日、12月8日、12月14日、12月15日、12月21日、12月22日、12月23日。1レックの結果、1月11日、1月12日、1月18日、1月19日、1月24日、1月25日、1月26日。 2レックの結果2月8日2月9日2月15日2月16日2月21日2月22日2月23日3レックの結果3月7日3月8日3月9日3月15日3月16日この結果小田急が次期 V リーグへの復帰を決めた日立は初の降格ありがとうございます